POG2025 から26シルクホースクラブ関西部全頭チェックパート3ってことで、まあ全83頭、関東馬の方が多かったこともあってね、関西馬の方の動画が4本の予定ということで、まあこれプラスあと1本で全部いけるなという感じになってきてますね。まあなんとか7月、まあ今週中ぐらいにね全部上がるかなというところで、やりきれそうだなという感じで、まあ見ていきます。募集番号66番、ウィキッドリーパーフェクトの23、牝馬父シスキン母の父コングラッツ、募集価格2800万円で立東清水久志厩舎、出産時の母の年齢が15歳、母出産時の祖母の年齢が7歳、お母さんはアメリカの G1 馬で、お兄さんは、日本の G2 時代のホープフルステークスの勝ち馬、まあ、アメリカの G1 でもありますけどね、まあ、というわけでね、2歳重賞から活躍してきたんですが、まあ、ハートレイの時もそうだし、結果論的にホープレスステークスなんて言われてしまうようなね、まあ、レベルがそこまでという感じ、まあ、ホープフルステークス勝った後ちょっといまいちだったなっていうような感じのお兄さんってことで、まあ、そこまでレベル高いとも言い難い、まあ、そしてね、近年のお兄さんお姉さんは、まあ、勝ち上がりもおぼつかないというか、まあ、そのハートレイ以降の、ね、勝ち上がり率も高くないなという感じにはなってしまってるんでね、厩舎的にはあれですけれども、まあ、すでに期待値が低い品形かなっていう気はします。期待値が低そうな気はしますね、まあ、そして募集番号67番、クイーンアマランサスの23、ボバ父里のダイヤモンド、母の父キングカメハメハ、募集価格3000万円で立東池江敏郎、池江安敏厩舎、出産時の母の年齢が9歳、母出産時の祖母の年齢が8歳、祖母の、ヒカルアマランサスは、京都牝馬ステークスの勝ち馬、ビクトリアマイル2着、おじお母さんの弟にアーリントンカップを勝ったホウオーアマゾンなんですが、まあ、ホウオーアマゾンはねそこそこ走ったとはいえ、まあなんていうか期待値からすればね、超大物っていうのを出してくる品系ではないという印象はありますね。まあ厩舎もね、里のダイヤモンドの厩舎だし名門なんだけれども、まあ近年ちょっとこう期待値が落ちてるかなという気がするんでね、巻き返しは期待したいところぐらいの印象です。まあそして募集番号68番、トレジャーステイトの23、牝馬父インディーチャンプ、母の父オアシスドリーム、募集価格3500万円で立東奥村豊厩舎、出産時の母の年齢が11歳、母出産時の祖母の年齢が11歳、お兄さんのピースオブエイトは毎日杯の勝ち馬ってことでね、まあこのピースオブエイトが勝った年の毎日杯も大したことなかったんですよね。まあ厩舎もまあ若手というかまだ結果が出て実績としてはそこまで大きくないところですし、まあ、お兄さんのね、お兄さんのようにこう、毎日杯勝てたとて、まあ、空き巣だったらぐらい、空き巣重賞だったらぐらいのレベルで、まあ、能力の上限は見えてしまったかなという気はする決闘ですね。まあ、そして募集番号69番、アーデルハイトの23、ボバ父ブリックス&モルタル、母の父アグネスターキオン、募集価格3000万円で立東の坂口智康厩舎、出産時の母の年齢が16歳、母出産時の祖母の年齢が14歳、お母さんのお姉さんに G1 6勝のブエナビスタ、お姉さんのロッテンマイヤーはクイーンカップ3着、エーデルブルームはマーメイドステークス2着と、まあアーデルハイトもねシルクに繁殖牝馬としてはね来てて、まあそこそこ止まりという感じではありますが、まあ、このビワハイジからの品系の中では一番結果を残しているところ、まあそのね、このビワハイジ品系重賞勝ち馬6頭を出して、その中には牝馬も何頭もいる中で、まあ言うてこう競走馬としてはあれだった、お母さんがまあ一番結局は繁殖牝馬としてはいいのかなというところではね、狙いどころなんですが、母16歳児の産駒というのは非常にマイナス要素だと思います。そして募集番号70番、グランデストラーダの23、牝馬父ハービンジャー、母の父ハーツクライ、募集価格4000万円で立東松永幹雄厩舎、出産時の母の年齢が7歳、母出産時の祖母の年齢が13歳、お母様スパーキングレディーカップ3着馬で、祖母の姉に新興ラブリー、お母さんのいとこにコーディーノ、チェッキーノというね、まあチェッキーノなんかオークスもあれで勝ちましたしね、まあPOG 向きという品形、まあ、祖母は曽祖母19歳児産駒みたいなところで、まあ、ちょっと、ね、勢いに乏しいところはあるんですけれども、
まあ、とはいえね、今でも結果を出している名品系、まあ、そしてお母さん自身も一応ダートとはいえ活躍場っていうことで、まあダート牝馬になっちゃうとあれだけれども、まあ、出資するにはね、面白い存在になっている可能性はあります。まあ、そして募集番号71番レイブドリーブの23ボバ父クリソベリル母の父オルフェブ、募集価格3000万円で立東西村厩舎、出産時の母の年齢が8歳、母出産時の祖母の年齢が18歳、祖母レイブドスカーはサンタラリ賞 G1 馬、お母さんのお姉さん阪神ジベナルフィリーズを買ったレイブディソールというところでね、名品系というかね、まあ、レイブディソールだけでなく多くの活躍馬を出したレイブドスカーの品系なんですが、まあちょっとね、お母さんは2勝止まり、母出産時の祖母の年齢18歳というのもまた気がかり、まあ、ただね、一応初子の姉も勝ち上がってますし、まあ、この明確にダート路線ということで考えると、まあダートクラシック狙うんであれば、まあ、一つありというところかなという気はします。まあ、そして募集番号72番スーブレッドの23ボバ父ルバンスレーブ母の父ゴールアリュール、募集価格3500万円で立東杉山春厩舎、出産時の母の年齢が8歳、母出産時の祖母の年齢が11歳、おじお母さんのお兄さんに南部杯2勝のレーブベストウォーリアっていう決闘で、まあ、ダートの活躍馬に母の父ゴールアリュールルバン父ルバンスレーブってことで、まあ、ダートって配合ですよね。まあ、なのでね、馬体は大きい方がいいし、ダートクラシック路線狙えるんだったらみたいな感じで、まあ、POG 的な期待値は低い分だけ、まあ、このお値段で済んでるんでね、まあ、逆に出資ってなってくると一つ候補になるのかなと。まあ、最悪ね、サラオクとかで出された後でも元出資馬言うてね、こうダートでこう追っかける、地方競馬で追っかけるってことすらできるっていうことではね、こういう決闘の方がいいのかなっていう部分もあります。まあ、そして募集番号73番プロミストリープの23牝馬父ルバンスレーブ母の父ヘニーヒューズ、募集価格3000万円で立東富士の厩舎、出産時の母の年齢が8歳、母出産時の祖母の年齢が16歳、おじお母さんの弟に重賞2勝プロミストウォーリア、まあ、お母さんの、ね、弟がそうやってダートの活躍馬で、まあ、ルバンスレーブヘニーヒューズってくればもう明らかにダート牝馬、まあそれだけでもね、 POG 的には難しいし、出資するかって言われると今年開業の厩舎かということでね、それはそれで難しいところなんでね、まあこれはスルーかな、候補には入れづらい気はします。まあ、そして募集番号74番ルナステラの23ボバ父ディオンディーズ母の父ディープインパクト、募集価格4000万円で立東武秀典厩舎、出産時の母の年齢が8歳、母出産時の祖母の年齢が10歳、まあ、おじのスワーブ・リチャードがね、主母馬として活躍してますが、まあ、3勝を挙げた母の2番5ということで、まあ、興味深いところ。武秀典厩舎も最近評価上がってんのかなって感じでね、まあ、キャロットの方で言えばね、武秀典厩舎の今年の2歳馬が、まあ、人気順で言えば6番目、7番目ぐらいだったかな。まあ、僕も母優先持ってたんだけどね、まあ、この厩舎じゃなと思って出資しなかったらね、もうすでにデビューして2000も使ってる。まあ、勝ち上がってないんですけど、まあ、そんな感じで使えてるってあたり、まあ、少しね、こう、評判のいい馬が入るようにはなり始めた厩舎なのかなっていう気はしていて、まあ、とはいえね、まだまだ、若手で序列としてはこれからこうそういう馬をうまく取り扱って実績を残していくところという印象なんでね、まあ、出資する分にはね、比較的話題になって比較的うまく取り扱ってくれる印象はありますが、まあ、POG でってほどの期待値はないのかなって気はしますね。まあ、そして募集番号75番 D コンセンテスの23牝馬父ディオンディーズ母の父ディープインパクト、募集価格2500万円で立東平田厩舎、出産時の母の年齢が5歳、母出産時の祖母の年齢が7歳、おじにですね、お母さんのお兄さんに、目黒記念2着などのディアスティマ、祖母にのスイートリーズンはアメリカの G1 3勝の活躍馬ってことでね、まあ、ちょうどいい早熟さを持って出てほしいなと。まあ、ディアスティマなんか完全にステイヤーでしたからね、まあ、これが三好たちに配列 TT だとして CT に出てくれればみたいな感じでね、まあ、ディアスティマから一つこうひねった早熟馬に出てくれれば面白い存在にはなり得るかなという気がしています。まあ、なのでね、この辺も本当は育成状況を見たいとかね、馬体とか馬角が少しこうディアスティマの時より大きめに出ててほしいのかな、まあ、そんなところまで見てからの指名候補ということにはなると思います。
まあそんなわけでね、またチェック、あとまあとりあえず視力編はあと1個ですからやっていきますんでね、チャンネル登録とぜひよろしくお願いいたします。以上ハッチーでした。